私たち合格者は部門の成果や目標達成と部下の育成動機づけ、この2つが我々の職責であるということを忘れてはいけないということですね。うん、そういうことだな。そしてこれが君たちに降下してもらうリーダークラスの営業を例にした人事降下表だ。我が社では業績降下、意欲降下、能力降下の3つに対別している。他の一般の社員とは項目も少し違っているけどね。私たちはこれにつけるわけですね。何点をつければいいのか、それが問題ですね。テキストに基準が示されていたけど、もう一度確認しておこうか。お願いします。これが我が社の降下尺度判定基準をまとめたものだ。目標通りだと3になるんですね。ああ、目標を上回ると4以上ということになる。 120% 以上と目標を大幅に上回ると5ということになる。意欲は概ね問題なく、可もなく不可もなく普通であったが3、これが基準になるわけですね。そうだね。能力効果は3が普通で、当ランクとしては妥当な能力であった。当ランクとしてはやや物足りない能力だと、劣るで2となるわけですね。うん、しかし重要なのはその見方だ。降下するには降下期間と期間内の事実が大切なんだ。降下期間と期間内の事実ですか。うん、人事降下というのは降下を対象とする期間、それを降下期間というが、その期間内で部下が行った全ての行動、事実が対象になるわけだ。半年、その期間の事実が全て対象になるなんて大変ですね。そうなんだよ。人事降下をいざつけようと思っても、その期間の部下の行動や事実を把握していなかったらつけられないだろ。そうですね。自分のことさえもなかなか覚えていないのに、部下の行動を、それも半年もなんて。うん、でもそれをやらないと、ずっと以前の部下の印象や自分勝手な思い込みで降下をつけてしまうことになる。そうなると一旦罰がついた部下は一生うだつが上がらないですよね。その通りだ。我々降下者が守らなければならない最も大切なルールは、先入観や思い込みで降下をするのではなく、降下期間内の事実で降下をすることなんだ。田中課長、お疲れ様。降下表見せてもらったよ。ありがとうございます。業績降下、チームの目標達成4、業務改善が2、部下育成が4、意欲降下、規律遵守度4、責任性4、協調性4、積極性4、能力降下、知識4、判断力4、企画力4、折衝力4、指導力3。どうでしょう。うん、じゃあ一つ一つ一緒に確認していこうか。はい。チームの目標達成4、これはどうしてかな。はい、チーム売上が 110% を達成していたし、チームリーダー1年目として目標を達成したのは優秀だと思いまして、それに長友リーダー自身は抜群の売り上げを上げましたので4をつけました。うん、でも資料を見ると 110% 達成は単月じゃなかったかい。今期全体で見ると 102% だ。それに業績効果はありのままを見るが原則だったよね。リーダー1年目だろうが、そういう感情を入れてはダメだ。またいくら長友リーダーが抜群の売り上げでも、あくまでもチームとしての目標達成が彼の職責だからね。だから効果は3が妥当だね。そうでした。じゃあ業務改善の2はどうして。はい、長友君、岡崎さんとの間でこんなことがありましたね。ですからフォームを統一すれば手間も省けると思うんです。ふーん、
そういうもんなんだ。よくわからないけど、その方がやりやすいならそういうふうにするように提案すればいいんじゃないかい。私から直接課長に話してもいいんですか。ああ、今月末で忙しいからそれどころじゃないんだ。お客さんのことで頭がいっぱいだよ。こっちは営業で頑張るから、そういうことは岡崎さんに任すよ。はあ。岡崎さんからの書類改善の提案に無関心でした。ですから2だと思います。うん。岡崎さんに任せっきりで、その後のフォローも何もしていないんだね。なら2だね。さあ、皆さんはどうだったでしょうか。業績効果の効果について整理しておきましょう。まずチームの目標達成です。チームの目標達成は最終の半期の成果、結果という事実だけを見るということです。リーダーが部下のマイナスをカバーして、どんなに個人として優秀な成績を収めても、あくまでチームとしてどうかが問われるのです。業務改善や人材育成については、具体的にどんな行動や成果があったのか、プロセスもしっかり見て効果しなくてはなりません。業績効果のポイントは、与えられた職責に対してどんな成果やプロセスがあったのかがポイントとなることを今一度確認してください。